はい、皆さん、こんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は月曜日、気まぐれアナちゃんの時間。本日はアナちゃんの食レポ。ということで、アナちゃんの食レポでは、割と定番のカレーネタです。今日は、面白ご当地カレー。今回はですね、福島県いわき市。福島県いわき市にね、これ私知らなかったんですけど、ワンダーファームっていうところがあるんですって。これパンフレットね。なんかね、面白そうですよ。トマトのテーマパーク的な なんかね、トマト狩りとかもできるみたいだし、いろいろなトマト料理が食べられたりとか、なんかクリスマス時期なのかな、わかんないけど、イルミネーションみたいなのも時々あったりするらしいですよ。トマトのイルミネーション みたいなのがあったりとか、なかなか面白そうですよね。こういうの、ほら、ちょっと東京じゃありえないじゃないですか、こういうテーマパークね 面白いですよね。行ってみたいですよね、一回ね。ワンダーファームという、このいわきにこのワンダーファームというのがあるらしく、そのワンダーファームさんが出している、もちろんじゃん、トマトカレー。今回はこれの辛口というのをね、いただきたいと思います。ということで、もう早速、こちらに盛り付けられております。こんな感じです。トマトカレーだからね、真っ赤な色なのかなと思ったら、スタッフさんに見てもらったところ、赤じゃない。赤くないと言ってました。何でしょうね。トマトの赤い色素がなくなるぐらいスパイスがたくさん入ってるのか、あとはちょっと赤じゃないトマトの色が入ってるとか、わからないですけどね。じゃあいただいてみたいと思います。では今日はいわきワンダーファームのトマトカレー辛口いただきます。あ、トマト独特の甘みがすごいです。甘みとうまみで、手作り感のあるトマトジュースを飲むと、トマトのなんかこうすりつぶした感のある、あ、これ種の部分かな、あ、これ皮の部分かな、ん、これ種みたいな感じの、こうチュルンとしたものが、細かいのがこう入るじゃないですか。あれがやっぱりルーに残ってますね。ルーというか、このね、カレーにね。おいしいね。口に入れた瞬間甘いから、全然辛口じゃないじゃんと思ったら、後から辛いのがふわっとくるっていう、そういう感じのカレーです。これは甘うま辛みたいな 甘うま辛みたいな感じの構成ですね、口の中でね。そしてまた例によってね、このカップ入りご飯をこのカレーネタの時には用意されるんですけど、このご飯がほぐれないっていう事件がね、ここのところ続いていますよ。まあ別にでもね、カレーの紹介だから、まあご飯食べなくてもいいっちゃいいんですよね。でもちょっとだけご飯入って、美味しいですよ。これ本当にやっぱりトマトならではの甘み、うまみ。これが売りですね。これ当然辛口じゃなくて甘口とかもあるんでしょうかね。もう。これは絶対、お子様も好きだし、
これの甘くじとかだったら、ちょっとカレーが苦手な人とかもすごい食べやすいかも。そう。でも何よりこのカレーもいいけど、ワンダーファームそのものに行ってみたいよね。ちょっとトマトだけでどんな季節になってるのかな。ちょっと面白そうじゃないですね。トマト好きの方はぜひね、いわきのワンダーファーム遊びに行ってみてください。そしてこのトマトカレーね、ご興味あったら、お取り寄せも多分ワンダーファームってこの施設とかホームページとかからできるんじゃないのかな。ちょっと今無責任に発言してますけど、ぜひぜひ食べてみてください。はい、ということで今日はいわきのトマトカレー辛口を紹介しました。いいねボタンやコメント、チャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。